ちゃん、はいはい、クシ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 、帰りかな。あー、いくだね。はいはい、あ、噛むよね。いくだね。はいはい、はいはい、何ですか。はいはい、いくね。届かないよ。そこ届かない。はんじちゃん、よしよしよし、はい、はい、やっぱりトイレに入っちゃうの。はい、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 どうしたの。はい、はい、あら、あ、怒ったの。なんで、なんで怒ったの。あ、怒ったの。怒ったの、アンジちゃん。あら、怒ったの。ちょっとしつこかった。ごめんね。え、ごめん、ごめん。で、また遊ぼっか、ね。よいしょ、こっちがいいのね。はーい、はい、どうぞ。はーい、はーい、遊びがいいのね。どうぞ。もういいの？あ、うん、はい、これからトイレのお掃除で遊びましょうね。あ、無理だよ、アンデザコちゃん。洗濯物の上には乗れませんよ。あ、来ちゃった、来ちゃった。ごめんね、アンズちゃん、今。アンズちゃん、踏み台にされなかった。チャコちゃん。アンズちゃん、踏まないでね。よいしょ。
はい。それでいいの？お掃除前にあげる？お掃除、お掃除。トイレ掃除。ああ、後でやる。なんだ？はい、じゃあ、じゃあね。カリカリだけでごめんね。ちょっと待ってますよ。最近アンドちゃんカリカリ好きだからね。しかね、しかしか。しかしかだね。しかしか、大丈夫大丈夫。カリカリするね。お水をかけて、かけて、はい、シャンプーを置いて。はい、ふんふん、いくね、はい。はい、いかだね。ふん、リカーさん。はい、いかですね。はい、おしっこ気をつけてね。はい。チョコちゃん。ポンちゃんがなぜか一人でこんなところで佇んでいるのはなぜならばここにジャン君とチャコちゃんがいるからです。ジャン君は頭を抑えられてる。チャコちゃんはジャン君を奪っているつもりはございませんが、若いお子様のすることです。ポンちゃん許してあげていただけますでしょうか。ごめんねポンちゃん。そしてチャコちゃんは朝8時にケージを出てから今はもう夕方に近い4時20分、うわ4時20分になりますが、あなたご飯まだ1回も食べてませんよ。食べました。つまみ食いね。人のものをね。うん、違う。あ、そうかそうか、外で食べさせたんだっけ、うん、そうそう、あまりにも食べないからね、うん、ちょっと食べさそうと思って。でもまだカリカリは食べていません。ケージ飼い猫になってきましたよ。もうあげなきゃいけないの。うん、しおんくんとあんちゃんに。そうだね、うん、外出しますか、うん。ちょっとちゃこちゃんのおかげで、なんだかね、タイムラインとかタイムテーブルというかそういうのがバラバラになってしまったんですが、ね、なんかね、出たがる人も出たがるので出します。はい、どうぞどうぞ、そこのお嬢さんもどうぞ。ポンちゃんが今手を使ってるか見れた。アンドちゃん、アンドちゃん出ませんか。いい感じで寝てたのかな。じゃあ気が向いたら一回へどうぞ。チャコちゃんがニュルーと出ましたよ。伸びながらね、ゆるゆるって。今ね、背中広げるから気をつけて。ジャン君の横空いてますよ。チャコちゃんは何時頃ケージに戻りますか。昨日はね、夜中の話か。
あんずちゃん、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 ふん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 、ちゃこちゃんばっかりこんなとこでゴロゴロしとるで。さあ、朝からずっと今夕方になるまで一度もケージに戻らないチャコちゃん、果たして戻るんでしょうか。騙された。おやつを入れて、あれってなってますけど。はい、じゃあ食べて、そんで食べたらお昼寝してね。そしてまた4時間5時間後にはまた外出るんだけど、大丈夫でしょうかこの人。どうぞ。何か。ここだよ。どうぞ。